はい、はい、ザッ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 、はい、お疲れ様です。今回もハードオフのジャンクコーナーでたくさんジャンク品を当たってきましたので、一個一個紹介していきたいと思います。で、今回当たってきたジャンク品ワン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 、こちらだということで、一個一個紹介していきたいと思います。はい、ということで、今回一発目に紹介するジャンク品はザーン、はい、ゲームキューブのコントローラー550連、中期型っすね、これ、はい、中期型シルバー550円です。はいはい、次、はい、ドン、ゲームキューブのコントローラーシルバー550円の、これはね、これはもう中期型です。ちょっとぼやけて見えてないかもしれんけど、中期型です。次、はい、ドン、ゲームキューブのコントローラーブラック550円が、これがちょっと見づらいかもしれんけど、後期型です。はい、ゲームキューブのコントローラーでした。次、ドン、はい、ゲームボーイプレイヤーですね。これがブラックで、はい、330円でした。お安い。いやー、探せばあるもんだ。次、ドン、はい、オレンジ、ゲームキューブのオレンジで、これが1650円なんだけど、プレイヤーがついてます。やったぜ、おいしい。いやー、オレンジでついとるやつはありがたいな。1650円やったら嬉しいね。次、はい、ドーン、出ました、 PC エンジンアベニューパッド6。これかっこよ。これ880円で買ってきました。かっこいいね、これ。箱ありとかでね、2,000〜3,000円とか見たことあるんだけど、単体で880円を初めて見たんで、買ってきました。いやー、嬉しい。これはいいね。よっしょ、コントローラー。次、はい、ドン、はい、これ、エレコムの、これが、プレイステーション1かな ?1 の方のコンバーター、2か1かのコンバーターですね。330円。はい、なんか、形がね、かっこいいですね。はい、次、ドン、はい、出ました、 PSP の、これが3000番なんだけど、これ映るかな。はい、ということで PSP の3000番、うん、なんかぼやけて見えないけど、型番が3000番っすね。これが1100円でゲームできるんですけど、なんか液晶の方に問題があるっぽかったんで安かったです。でもね、レッドで、しかも3000番だったら、で1000円だったらね、全然お買い得だと思います。次、ドン、はい、プレステザ・スターボーリングデラックス。はい、もうこれはね、完全に僕は知らないっす。どんなゲームかも知らないけど、なんかすごい説明書がない。ただなんかユーメディアっていう、メーカー知らなかったんでね。でね、結構なんか、アマゾンで見たらとんでもない値段になっちゃったんですけど、まあ、説明書があるからこそだと思うけど、まあ、なんか高かったんで買ってきました。110円です。次、ドーン、はい、Wii のゲームです。動物の森、マリオ・ギャラクシー、マリオ・カート、星のカービィ、Wii、マリオ・ギャラクシー2、全部100円で買ってきました。はい、で、説明書があるものとないものがあったりとか、これはあるね、これはない、で、動物の森ある、まあ、ディスクはね、多分基本的にまあそんでもズタボロな感じはなかったですね。まあ110円なら、うん、お買い得なんじゃないですか、これは。多分めちゃめちゃ安いと思います。次、はい、では今回最後に紹介するジャンク品はこちら、バーン、64、330円、550円、もちろん中は拡張パックじゃない、もちろんこちらも拡張パックじゃないよな。まあ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 、そんな感じです。はい、64だっつね、できました。はい、ということで、今回ちょっと久々にソフト系があったんで、いっぱい漁ってきたのと、これ PC エンジンアベニューパッド6、かっこいいね、なんか柄がすこ、ゲームボーイプレイヤーもあったし、
PSP もなんか久々に安く1100円で買えたな。ゲームキューブのコントローラーはもうなんかこの550円だったら僕は全然買ってもいいなって思います。まあ、パーツ取りでしてもいいしね、枠だけでも取ってもいいし、基板だけ取るのもいいし、はい、もう64はもうなんか64ですからね。64は64だから、64ってね100個あっても1000個あっても困らないんですよ。名作が多いんでね。僕が一番好きなのは超スノボーキッズです。あとカスタムロボです。はい、ということで今回は以上となります。よかったらまたぜひ続けて見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回は以上です。ありがとうございます。バイバイ。